皆さん、こんにちは。ザッピーです。今日のトピックは、かなり昔に自分が気になってた話題を掘り起こしてみたいなと思います。ビートルズは本当にライブ演奏が下手だったのかどうかという話なんですが、おそらく70年代、もしくは60年代、ね、60年代、70年代をご存知の方であれば、ビートルズは散々ライブ演奏が下手だというふうに言われていたのはご存知だと思います。今はおそらくそういう言い方をする人はほとんどいなくなったんじゃないかと思いますね。要するになぜ下手に聞こえていたかっていうのがみんなわかるような時代になったからだと思います。その辺のね、ギャップというのを今日はね、ちょっと思い出して、ちょっと恨みもあるんですけどね、語ってみたいなと思います。ビートルズがですね、活躍していた60年代、70年代の頃、ビートルズがライブでやった演奏を我々が聞く方法というのは、一つは誰かがテープレコーダーなんかで勝手に録音した海賊版ですね。これはもうテープレコーダー自体の音も悪いし、当然もうめちゃくちゃな録音ですので、音が最初からいいわけないんですよね。どれだけ上手いミュージシャンがそこで演奏しても、間違いなく下手に聞こえます。というのは音自体がもうぶっ壊れて録音されるんで、うまく聞こえるわけがないんですよ。本当にテープレコーダーの質も悪いもんですからね。で、もう一つは、ビートルズが例えばテレビに出たとかラジオに出て、そのスタジオで、演奏したものを録音したと、録画したと、どっちかですよね。というパターンのものが出回ることもありましたよね。あとあと、BBC で、やったライブがこう2枚組になって出ましたよね。あんな感じの音になるわけですよね。で、あれだって全然レコーディングらしい音ではなくて、おそらくそのラジオのね、収録マイク、テレビの収録マイクみたいので撮ってるだけですので、もうバランスは悪いし、もう入らない音もあれば、逆に入りすぎてしまう音もあるという状況になるわけですね。BBC を聞いてみるとそんなのよくわかりますよね。バスドラムばっかりよく目立つとか、そんなことがよく出てきてしまうので、本当にバランスが悪いひどい音のものをファンは常にビートルズのライブという形で聞いていたわけなんですね。当たり前ですよね。だってビートルズはあくまでも初めてのロックグループですからね。あんな、一般大衆に受け入れられたっていうのか。で、大きな会場でやるとか、そういうことを体験したロックグループとしてはもう本当に全てが初めてだったわけですね。ライブをやればですね、アンプで出す、もう直に出す音しか知らないわけですよね。今みたいに PA というバランスを取るようなね、スピーカーシステムもないので、で、それも、絶叫の叫び声がね、ビートルズの場合は必ずありましたので、そうなると、もう何も聞こえなくなるという最中でやってたわけですね。なので、とにかく音も悪ければ、自分たちの演奏もわかんない、どこやってるかわかんないような状態でやりますから、リズムは狂うわ、コーラスは狂うわ、コーラスどころか自分の音程すらわからなくなるわけですよね。で、自分の音もなかなか聞こえないということは、演奏も間違いやすくなるわけなんですね。で、もっと言うと、楽器自体、アンプ自体の音も昔は悪かったですね。もう全てが悪いんですよ、要するに。そういう中でやってて、いい録音になるわけがないんですね。でも、その世の中というのは、だんだん70年代ぐらいになると特にですけれども、ライブであってもいい音で、実際に聞けるように録音されるようになってくるわけですね。なので、本当にいいライブ録音もどん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 出てくると。ですがですね、ビートルズの方は60年代の、それも66年頃でライブは終わってるわけですよね。なので、録音自体のクオリティが全然違う時代のものを持ってきて、70年代と比べてみても、それはもうビートルズは劣勢に回るのに決まってますよね。ところがですね、ビートルズのライブアルバムというのが1977年に、ザ・ビートルズ・スーパー・ライブ、ザ・ビートルズ・アット・ザ・ハリウッド・ボールという英語の題目ですけれども、それで、出てきたわけですね。で、その時に初めてビートルズは本当にうまいんじゃないかって思った人たちが多いんですよ。というのは、とても均整が取れたサウンドで、決して、
下手くそに聞こえなかったわけなんですよね。まあ、そのライブもですね、かなりこうひどい録音状態で、実施されたとはジョージ・マーチンも言ってますね。まあ、ですがなんとか録音して、まあ、完成したものに作り上げたわけですけれども、やってることというと、まあ、多少エコーをかけたりバランスを取るぐらいのことしかおそらくしてないと思いますね。まあ、オーバーダブとかも一切してないとは言ってます。まあ、ハリウッドボールでもうギンギラギンにね、観衆が叫び続けていて、もう例によって自分たちの音楽が聞こえなかったというふうな中で録音はされてるんですけれども、まあ、一切リズムの乱れもなければ、コーラスも本当に綺麗に歌ってますね。でボーカルもかっこいいです。でまあね、一番散々悪評だったジョージ・ハリスンのギターも、ね、ここでは本当にうまいですね。立派なリードギターを弾いてると思います。まあ、ジョージ・ハリスンのリードギターは特にね、60年代とかその悪辣な録音の中で、聞かれていた状態の中ではね、散々文句言われてたわけですよね。下手くそだ下手くそだって。でも2つね、やっぱり大きな理由はあります。やっぱりその録音環境が悪いのと、本当にギターにとってはまああんまりいい時代ではなかったですね。明らかにね、アンプも悪ければ、まあ、どんな風に弾くっていうかな、そういうバンドの中でのリードギターの役割っていうのもあんまり確立はしてなかったですね。なのでそのリードギターのパートがね、特に目立つような曲作りもその当時はしてなかったと思いますので、まあ、ジョージ・ハリスンが力を出し切っていたという話でもないと思います。まあ、ですがこのハリウッドボールの演奏になると、ジョージ・ハリスンはしっかりとやっぱり弾いていて、まあさほどリードギターが目立たない演奏をしていたとしても本当に綺麗に弾いているので、しっかりやっぱり上手い人だったんだろうなっていうふうには、まあ理解できると思いますね。ハリウッドボールのですね、この中の演奏ですと、例えばツイスト&シャウト、シーズ・ア・ウーマン、ディズィ・ミス・リージーの頭の3曲あたりなんて、僕はこれは正規版のね、スタジオ版よりよっぽどこっちの方が好きだったりしますね。ものすごいかっこいい演奏してますよね。まあ、これを実際にやってたんだと思うと、本当にビートルズはすごいなと思います。まあ、解散後ですね、ビートルズはそれぞれ自分でライブアルバムを作ったり、ライブ演奏しますよね。まあ、ジョン・レノンだけは早く亡くなってしまって、あまり音源は残されていないんですけれども、各人ライブを残してますよね。で、それを聞いてもよくわかる通り、みんな本当に一流でうまいと思います。下手な人いませんね。だから、もうあくまでもビートルズの悪評というのは、やっぱり、録音環境とか時代の環境がそうさせたんだというふうに僕は、これは自信を持って思います。ね、これは僕の持論です。で、ハリウッドボールのね、ライブ版の話を少しだけしたいんですけれども、やっぱりこれが出た時は、喜びましたね。まあ、ビートルズのライブっていうのはちょっと不安もあったんですよ。その意味ではまたまた変な音源がね、出てきてしまうのかなっていうふうに思ってて、まあライブが出てもね、買わない方がいいのかなとか思ってたりしたんですけれども、でもこれを聞いてみて、すごいね、やっぱり安心、確信に変わりましたね。ビートルズは本当にうまかったと。で、いいバンドだったと。というふうに思いました。で、やっぱり歴史のね、一面を残してくれたということが、このライブ版に関してはとてもいい役割を果たしてくれたんじゃないかなっていうふうに思うし、まあ正確にね、彼らの演奏レベルというのを伝えてくれる役割をちゃんと果たしてくれたということでは、やはりいい作品だったというふうに思います。1977年なんでね、もうちょっと早く出してくれればよかったのになと思います。それとハリウッドボールって3回ほど行ったことあるんですよね。お笑いですが、40年前に1回、それから20年前ぐらいに1回、で、あと15年前ぐらいに1回ということなんですけど、まあ、さすがに40年くらい前の時はですね、まあ、ただ単に会場があって、そこでコンサートを見るという感じだったんですよね。まあ、ですが、まあ、直近ではないですけどね、近くになればなるほど、なんかね、行くたんびにビートルズのお土産記念品がどんどんできてましたね。
ビートルズがやっぱりやってきて、そこで記念すべきコンサートをしたということが、ハリウッドボールにとっては輝かしい歴史なんだということだと思います。まあ、年表なんかも貼ってあって、1964年、65年には来たよっていうようなね、そんなビートルズの紹介の仕方もしっかりとしてありまして、やはりビートルズがライブというと、ハリウッドボール、ね、それは間違いなく歴史の一コマにはなったんだろうなと思うし、すごい大きな誇りなんでしょうねというふうには思いました。すごいお笑い話で余談ですけれども、これの裏側に、このレコードの裏表紙にジョージ・マーチンの解説みたいのが載ってたんですね。で、そのジョージ・マーチンが娘さんがいて、でその娘さんがジョージ・マーチンに聞いたそうです。お父さん、ビートルズというのはベイシティローラーズよりも偉大だったのと。ベイシティローラーズと同じくらい人気があったんですかっていうふうに聞いたそうなんですね。まあ、ベイシティローラーズ自体を知らない方もね、もうすでにいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、当時は、ビートルズも消えて、まあ、ベイシティローラーズっていうのはすごいアイドルグループとして人気があったんですよ。で、そのね、娘さんにジョージ・マーチンは答えたようなんですけれども、いやいやいや、ビートルズはそれほど人気なかったよ、ベイシティ・ローラーズの方がすごい偉大だよというふうに娘さんの、まあ、夢をね、壊さないで、終わったという話が載ってますね。まあ、いつか彼女は気づくだろう、本当のことに気づくだろうみたいなね、文章が載ってたんですけれども、まあでもその通りですよね。やっぱりその当時その当時でみんなが熱中している音楽っていうのがあるんですけれども、それはそれで素晴らしいことだと僕も思います。全く否定はしません。ただ生き残ったのはビートルズの方だと、生き残ったどころか永遠に世界の、まあ、ナンバーワンのバンドであったというのがビートルズであったというのはやっぱり燦然と輝く事実なので、今となればその娘さんも気がついているだろうなというふうには思います。はい、以上でした。失礼します。